上流階級、まあなんか、威厳ありそうな感じ。俺に帝王が来る。てかさ、何あの髪型。人の上に立つべき。ちょっと待って、野槌かなあの髪型。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、保健室で被害者から話を。これかい？保健室の被害者。いかにもマフィアっぽいのが。あん？なんだてめえ。いきなり喧嘩売られる。は？ノーズに頼まれて？バカ野郎、そういうことは早く言えよ。襲われた時のことだな。おう、はっきり覚えてんぜ。体育倉庫に見慣れない奴がいたから、声をかけたんだよ。そしたら急に後ろから襲われてよ。ったく参るぜ。結構な人数おると思うけど、やっぱ見慣れんとかわかるんかな。そいつの特徴？なんかメガネかけてて気が弱そうな野郎だったな。おや！あんたらも気をつけろよ。ね、メガネをかけてて気が弱そうな感じ。ね、体育倉庫におらんそうな感じやね。ねえってキャラクターに相槌打つやつ。やっぱマタロウみたいな感じ。なんかなと勝手に予想。よし！てかあれか。まあ、どんだけ人数多いって言っても、一つのグループなわけやけん。やっぱメンバーの誰がおるおらんとかはわかるもんなんかね。入れんかった。体育倉庫で怪しい生徒を探そう。どこ？あ、もしかしてこの真下とかそういうこと？へい。ん？全然違う。どういうこと？一応下は下ってこと。これか！生徒会の人の腕章ってかっこいいよね。おったよ、確かに怪しい。生徒会長って響き。来たな。闇に落ちた者たちね。王道だよね。何？どういうこと？もし生徒会長になれるなら、僕には分かってるぞ。闇の大抵の命令で僕を倒しに来たんだ。授業は体育にしようぜ。だが僕は負けない。そんでもって、お昼は毎日エビマヨ春雨餃子パンが出て、エビラ先生は俺に袋の先生に。そして復讐してきたんだ。するとどうだ。最高だな、生徒会長。僕は直接手を触れていないのに、生徒会長たちが次々に倒れていくじゃないか。それはやっぱり、頭痛がする。あれよね。例のせいよね。これは僕が宇宙のホースの力に目覚めたに他ならない。そういう。しかも、フォースじゃなくて、フォース。お前何言ってんの？このまま闇の大帝を倒し、僕がこの宇宙を救うんだ。ちょっと、頭が。どうにかしている。邪魔をするというなら、お前たちもフォースの力で倒してやる。さあ、どっからでもかかってこい。フォースの力。フォースの導くままに、体育倉庫ソシアルクラブで頻発する謎の襲撃事件。目撃者の情報通り、現場には怪しい生徒の姿が。フォースに目覚めたと話す彼の言葉は真実だろうか。怪しい生徒の戦いを挑み、事件の真相を暴こう。現れた怨霊を全て倒そう。え、数がおる感じか。お、極厚高級ステーキ丼やってめっちゃいいやん。食べたい。ん？なんか大量に現れたよ。え？ミッションスタートはいいけど。むむむ。うぃ、怖いよ。え？これ全部生き量とか数多すぎやろ。じゃあ、よし！潰されるかと思った。今ギリギリ逃れるよ。命かいと困るんだ。やめてよ。ラッキークルー。うわ、危ねえ。ねえ、今の変身 OK。 今のポーズ取れないんですか？変身。変身、めっちゃ撃たれたけど。よし、来い。ワイルドボーイ。来たぜ来たぜ。ケンタッギリギリ当たるのね。なるほど、やめて。キャー、ワイルドアクト。ワイルドアクト、もうちょっと早ければ。オーケー。攻撃が当たる前にやってくれたんだけどね。この技結構好きなんやね。おーっと、なんか変わったよ。ちょ、なんか圧力変わったよ。ヘイ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 。ホーミングショット。おじんだ、おじんだ。時の流れを儚く残酷に見せる。ちょ、待って、おいおいおい。ワイルドアクト。ワイルドアクト。一発代わりだぜ。ベイビー、待って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 。やめて、怖怖すぎる。おばんです。あ、おばんですの反対としておじんですを出しとるってこと。なるほど。見られるおばんですの代わりだぜ。挨拶やんね。え、おばんですって、あれは方言になるのか。ワイルドアクト。一般的には使う気がする。
トーグロスじゃない、巻き装具、巻き装具とか何それ、一生タイムだぜ、ヘイ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 、装具をあの逆から言うとってことね、ワイルドアクト行きます、黄昏、黄昏打ち、どこ行った、え、おらんくなったんやけど、はっ、何ずっと空中おった、どこにおったんかな、見えんかったヘイヘイヘイなんか全然見えんかった、一生タイムだぜワイルドアクト、狙われてないうちに遠くから攻撃を、はっ、ガガガガ、いきます、びっくりした、待って、くる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 、あれ来てなくない、はっ、今あの攻撃範囲のところまで来てなくない、来たワイルドアクト、そんな感じがしなかったのだが、一生タイムだぜ、たそがれ乱れ打ち、いい感じで避けてない、いや、お前の時間だ、まだやれる、よっ、早っ、攻撃までに時間がかかる間に、そしてヒーリングエイドで回復、やーこれ、くる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 、ひえー怖いよ、しかしめちゃくちゃ近づから攻撃するやつ、やっと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 、やっ、待って、くる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 、ふぃー恐ろしい、どうかしら、やっ、あっくる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 、もう潰されたよね、今ちょっとよく見えなかったけど、きっと潰されたよね、待って、召されてない、誰か、誰これ、できよりよね、まだやれる、おい、クマさんだったか、いや、押せてない、今の避けたんや、すごい、私時は来たる自害自賛、待って、これ、いや、無理だわ、いや、それはもう無理だわ、恐ろしい、ちょ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 、あのワイルドボーイ近すぎません、そこ危険じゃないですか、一応回復しとくよ、で、ちょっと私がワイルドボーイになるわ、うい、黄昏いけー、乱れ打ち、あとちょっとこれはきっといけるやつ、ショータイムだぜワイルドアクション、よっしゃうんち放出される前にやっつけられた、よかったよ、頑張ったね、クロックレディと二人。ちょっと後のメンバーお亡くなりになってしまったけど。じゃあ私どこにいるんすか、はあ、さあ、アイテムを回収しときましょう。よかった。あの男子生徒もちょっと落ち着いた？そりゃ落ち着いてくれないと困るよ。ホースの導くままに。あ、これでやっと極厚高級ステーキ丼がもらえるんすね。ああ、よかった。ちゃんと仕事に見合った対価をね。ですな。はあ、僕はなんということを。本当だよ。一時の感情を流されてひどいことをしてしまった。そうか。だから僕はホースの力を失ってしまったのか。何がだから、あの、さっきの戦い見てた意味わかんないけど、お前面白いな。面白いのじゃ済まされんよ、あの巨大な。巨大なうんち。君たちにも随分迷惑をかけたね。申し訳ない。最後の戦士は光の力を失ってこう去るよ。これもあれかな、なんかスターウォーズに関係するセリフなんかな。私スターウォーズ見てないけんよくわからんねよね。僕もまだまだだな。で、ノーズに報告しよう。ノーズ、あいつ何、人に頼んどくだけ頼んでさ、自分全然戦いに参加してくれんやん。どういうことよ。どういうことよ。自分がさ、この自分のその学園マフィアが心配なんじゃないんすか。人にばっかりやらせて、でも仲間になるんやろ、これから。何、試されたの、力を。ほら、ずっとここにおる。何してんだ、君は。お前たちのおかげで助かった。でしょうね、頑張ったもの。これで心置きなく、スネークスを離れることができる。うん。いいってことよ。何、もう完璧にボスは他のメンバーに譲るってこと。でもチームの問題を放っておけないなんて、三つまたぎくんも優しいところあるのね。いや、自分で解決してから言っていただきたいけどね、優しいとかは。優しいのとは少し違うな。仲間を放っておくことなどできない。俺が学んだ帝王学とは違う、俺なりのボスの哲学だ。帝王学っていう教科があるの？一応あれか、学園の中で学園マフィアっていう組織が認められてあるっていうことやけん、
よね、学んだのってなるよね。やっぱ学園マフィアになるための授業とかがあるんかな。マヌケアなんか。みんなには話してた方がいいんじゃね。何何？学園マフィアの仲間になるなら、そういうのも大事っしょ。お前がそんなことを言うとはな。もうすっかり仲間やけんね。だが、そうだな。あまり面白い話じゃないかもしれないが。何何？面白そうよ。聞こうじゃないか。帝王学。俺の親は、いわゆる上流階級と呼ばれる人間だった。自分語り？上流階級、まあ、なんか、威厳ありそうな感じ。俺に帝王学を学ばせ。てかさ、何あの髪型。人の上に立つべき人間だと教え込んだ。ちょっと待って、のずちさんのあの髪型。どういうこと？やっぱ帝王学っていうのがあるんやね。人の上に立つべき人間。俺は、そんなもの望んじゃいなかったのか。マフィアになるためのじゃないってこと？なんかな。あんた、金持ちのボンボンだったのかよ。あの髪型って今と逆ってことよね。でも今の髪型は分かるよ。リアルでもおると思うけど。あの髪型は何？前髪だけ残す。嫌がらせやん。それでも、そんな俺に初めて親友ができたんだ。親も認めてくれたその親友は、俺の大きな心の支えとなった。だが、やっぱあれか、お金持ちとか地位がある感じやったら、ああいうことは遊んじゃいきませんみたいなのがあるかな。友達のふりをしていただけだったのさ。え、悲しい。それはなんというか、ずいぶんな話だね。この子もいいとこの坊ちゃんって感じなんかな。ああ、我が親ながら嫌気がさしたよ。息子の世話ですらも金で解決しようとしたんだ。親としてろくに相談に乗ってくれたこともないというのにな。でもこの子はちゃんと友達っていうふうには思ってくれんかったん？まあ、お金はもらうとしても。そんなことが。しても情とかはいけこんかったんかな。だからだろうな。助けを求める部下たちを投げ出して、ここを留守にするわけにはいかなかった。でもここを留守にはせんかったけど、ずっとここにおるだけやせやん。俺は誰よりも知っているからな。だから俺は、俺のやり方で人を従わせ、ボスの座についたんだ。その帝王学とはまた別のっていうのは何、独学？自分で学んだってこと？だから、俺はその責任を。なんだ、やっぱりそうか。何が？兄貴。ノーズ先輩ってさ、なんだかんだ言って友達欲しいんだよな。そういうこと？そこ？何？俺がか？学園マフィアとか言ってみんなでつるんで泣いたり笑ったりしたかっただけだろ。なんかそれだけ言ったらすごい青春って感じやね。自分と同じようにはみ出した連中を。だから俺は。ああそうさ、この寂しんぼさんめ。表現の仕方けど、かわいい。今日からは俺たちが一緒だぜ。これで仲間か、やっとね。バカなことを。戦闘前から加わっていただきたかったけどね。いいだろう。俺もお前たちの仲間として行動を共にさせてもらう。第二のバイパーコネクターやった？あれは作ったの？もう。よし、決まりだ。まったく妙なことを言ってるはずなのに、人の心をつかむんだから恐れいるよ。素直だからってことやね。それが兄貴ってことだろう。やっぱすげえ人だぜ。話が長くなったな。世話をかけるが、改めてよろしく頼む。こんな落ち着いた感じで話す人やったっけね、この人。ああ、ちょっと今更ながら。よろしくな、ノーズ先輩。あ、そうだ。三つまたきくん、これ。来たよ来たよ。自分は変身しないのね。二本目のバイパーコネクターじゃん。もう作ってたの。ありがたい。足を引っ張りたくはないからな。早速変身してみちゃおうだ。のかな変身。うん、試してみるか。変身。くるくる声出すのね。仮面ライダー方式。声出さん仮面ライダーもおるんかな。あー来たよ、やっぱ一緒か。新しく作るんならね、また見た目もかっこよくすればよかったのに。そこは何？調整はできんの？大河のうねりは運命となる。ザ・バイパー！ジャークラビッチみたいな感じ。
おお、やっぱかっけー。絶対かっこくないやろ。もういきなり襲ってくるのはなしだよ。の方が圧倒的にかっこいいやろ。はそんなこともあったな。なんか敵でさらにちょっと雑魚い感じの敵って感じがする。安心しろ、俺が投げ倒すのは俺たちの敵だけだ。オリジナルの構造をもとに私なりに作ってみたの。性能は同じはず。構造を元にしなくてよくない。てかさ、あれよね、前回のやつでも変身する人が変わったら、では存分に戦えそうだな。なんなんやろそれ。頼りにしてるよ。なんか誰が変身したらどういう風になるとかちょっと楽しそうなんやけど、みんななんか変身するやつ入れ替えてくれんかな。任せておけ。三つまたぎのずちかが仲間になった戦力やね。クエスト、帝王の誇りバッチリ解決。グレンの原骨ゲット。結構な経験値やね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで2つやること終わったけん、次で YK の再建ってことか。これで復活できるんか。くまこちゃん正体バラすんかな、バラさんのかな。いろいろと気になるけど。